長崎平和宣言。昭和20年8月9日午前11時2分、一発の原子爆弾により長崎の町は一瞬で廃墟と化しました。大量の放射線が人々の体を貫き、想像を絶する熱線と爆風が町を襲いました。24万人の市民のうち7万4000人が亡くなり、7万5000人が傷つきました。70年は草木も生えないと言われた廃墟の浦上の丘は、今こうして緑に囲まれています。しかし放射線に体を蝕まれ、後生涯に苦しみ続けている被爆者は、あの日のことを一日たりとも忘れることはできません。原子爆弾は戦争の中で生まれました。そして戦争の中で使われました。原子爆弾の凄まじい破壊力を身をもって知った被爆者は、核兵器は存在してはならない、そして二度と戦争をしてはならないと深く強く心に刻みました。日本国憲法における平和の理念は、こうした辛く厳しい経験と戦争の反省の中から生まれ、戦後我が国は平和国家としての道を歩んできました。長崎にとっても日本にとっても、戦争をしないという平和の理念は永久に変えてはならない原点です。今戦後に生まれた世代が国民の多くを占めるようになり、戦争の記憶が私たちの社会から急速に失われつつあります。長崎や広島の被爆体験だけでなく、東京をはじめ多くの町を破壊した空襲、沖縄戦、そしてアジアの多くの人々を苦しめた悲惨な戦争の記憶を忘れてはなりません。70年を経た今、私たちに必要なことは、その記憶を語り継いでいくことです。原爆や戦争を体験した日本、そして世界の皆さん、記憶を風化させないためにも、その経験を語ってください。若い世代の皆さん、過去の話だと切り捨てずに、未来のあなたの身に起こるかもしれない話だからこそ、伝えようとする平和への思いをしっかりと受け止めてください。私だったらどうするだろうと想像してみてください。そして平和のために私にできることは何だろうと考えてみてください。若い世代の皆さんは国境を越えて新しい関係を築いていく力を持っています。世界の皆さん、戦争と核兵器のない世界を実現するための最も大きな力は、私たち一人一人の中にあります。戦争の話に耳を傾け、核兵器廃絶の署名に賛同し、原爆展に足を運ぶといった一人一人の活動も、集まれば大きな力になります。長崎では被爆2世3世をはじめ、次の世代が思いを受け継ぎ動き始めています。私たち一人一人の力こそが、戦争と核兵器のない世界を実現する最大の力です。市民社会の力は政府を動かし、世界を動かす力なのです。今年5月、核不拡散条約 NPT 再検討会議は最終文書を採択できないまま閉幕しました。しかし最終文書案には、核兵器を禁止しようとする国々の努力により、核軍縮について一歩踏み込んだ内容も盛り込むことができました。 NPT 加盟国の首脳に訴えます。今回の再検討会議を決して無駄にしないでください。国連総会などあらゆる機会に、核兵器禁止条約など法的枠組みを議論する努力を続けてください。また会議では被爆地訪問の重要性が多くの国々に共有されました。改めて長崎から呼びかけます。オバマ大統領、核保有国をはじめ各国首脳の皆さん、世界中の皆さん、70年前原
原子雲の下で何があったのか、長崎や広島を訪れて確かめてください。被爆者が単なる被害者としてではなく、人類の一員として今も懸命に伝えようとしていることを感じ取ってください。日本政府に訴えます。国の安全保障は核抑止力に頼らない方法を検討してください。アメリカ、日本、韓国、中国など多くの国の研究者が提案しているように、北東アジア非核兵器地帯の設立によってそれは可能です。未来を見据え、核の傘から非核の傘への転換についてぜひ検討してください。この夏、長崎では世界の122の国や地域の子どもたちが平和について考え話し合う世界子ども平和会議を開きました。11月には長崎で初めてのバグオシ会議世界大会が開かれます。核兵器の恐ろしさを知ったアインシュタインの訴えから始まったこの会議には、世界の科学者が集まり、核兵器の問題を語り合い、平和のメッセージを長崎から世界に発信します。 Peace from 長崎、平和は長崎から。私たちはこの言葉を大切に守りながら平和の種をまき続けます。また東日本大震災から4年が過ぎても、原発事故の影響で苦しんでいる福島の皆さんを長崎はこれからも応援し続けます。現在国会では国の安全保障の在り方を決める法案の審議が行われています。70年前に心に刻んだ誓いが、日本国憲法の平和の理念が今揺らいでいるのではないかという不安と懸念が広がっています。英知を結集し、慎重で真摯な審議を行うことを求めます。被爆者の平均年齢は今年80歳を超えました。日本政府には国の責任において、被爆者の実態に即した援護の充実と、被爆体験者が生きているうちの被爆地域拡大を強く要望します。原子爆弾により亡くなられた方々に追悼の意を捧げ、私たち長崎市民は広島とともに核兵器のない世界と平和の実現に向けて全力を尽くし続けることをここに宣言します。2015年平成27年8月9日長崎市長大谷さん。うわ。